今回は皇室と水泳の関係について解説するぜ。よろしくお願いするわ。最近、世界水泳福岡大会で秋篠宮様ご夫妻が開会式に出席されたのが話題になってるよな。そうね。秋篠宮様は水泳がお好きなのね。実は、秋篠宮様は水泳選手として活躍されてたんだぜ。え、本当？知らなかったわ。秋篠宮様は若い頃に水泳部に入ってたんだ。しかも、かなりの実力者だったらしいぜ。すごい。どんな泳ぎを得意だったのかしら？得意な泳ぎは、実はよくわかんないんだ。記録とか残ってないみたいだな。そうなのね。でも、水泳部に入ってたってことは、水泳が好きだったってことよね？そうだろうな。でも、秋篠宮様は水泳選手として活躍してたって話、あまり聞かないよな。確かにね。秋篠宮様といえば、皇室の公務のイメージが強いわ。皇室の公務も重要だけど、水泳選手としての秋篠宮様も見てみたいよな。そうね。どんな泳ぎ方だったのか見てみたいわ。秋篠宮様が水泳選手として活躍していたって知って、少し感動したぜ。私も、水泳選手としての秋篠宮様、見てみたかったわ。でも、秋篠宮様は水泳選手としての活動を公表されてないんだ。謎が多いよな。なんでだろうね。水泳の実力者だったのに、公表されないのは少し残念ね。もしかしたら、皇室の立場上、公表しづらい部分もあるのかもしれないな。そうかもしれないわね。でも、秋篠宮様の過去を知ると、また違った視点で皇室を見れるわね。皇室の人々も、私たちと同じように、いろいろな面を持っているんだな。そうね。皇室の人々も、人間なんだわ。秋篠宮様が水泳選手だったって話は、なかなか知られてない話だぜ。私も知らなかったわ。もっと知りたいわ。水泳選手としての秋篠宮様、想像するだけでも楽しいな。本当に？どんな姿だったのか見てみたいわ。秋篠宮様の過去を知ると、皇室への興味が深まるよな。そうね。もっと皇室について調べてみたいわ。皇室と水泳、意外と深い関係があるんだな。そうね。新たな発見だったわ。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は小室圭さんの司法試験合格について解説するぜ。よろしくお願いするわ。小室圭さん、ついに司法試験に合格したんだぜ。本当よね。すごいわね。でもな、これで終わりじゃないんだよな。どういうこと？次は嫁姑問題が勃発する可能性があるんだぜ。え、まさか。小室圭さんの母親と、眞子さんの母親、つまりは秋篠宮妃の紀子様との関係がどうなるか、注目されてるんだ。確かに、二人の間には、いろいろあったわよね。そうなんだ。特に、小室圭さんの母親の金銭トラブルは、大きな問題になったよな。あれは、本当に大変だったわね。紀子様は、伝統的な皇室のしきたりに従って生きてきた人だから、小室圭さんの母親の価値観とは異なる部分があるんだ。なるほど。確かに、文化や価値観の違いは、大きな壁になるわよね。それに、小室圭さんの母親は、眞子さんのことを、娘、と呼ぶことを許されていないんだぜ。え？なぜ？秋篠宮家は、嫁は、お嫁さん、と呼ぶのがしきたりなんだ。そうなのね。だから、小室圭さんの母親は、眞子さんのことを、娘、と呼ぶことが許されないんだ。そうか。それは、小室圭さんの母親にとっては、辛いだろうな。さらに、小室圭さんの母親は、眞子さんのことを、お嫁さん、と呼ぶことにも抵抗があるみたいなんだ。なぜ？小室圭さんの母親は、眞子さんのことを、娘、として見ているから、他の女性と同じように、お嫁さん、と呼ぶのは、抵抗があるんだぜ。なるほどね。つまり、小室圭さんの母親は、眞子さんのことを、娘、と呼びたいけど、紀子様は、お嫁さん、と呼んでほしいと思っているんだ。難しい問題ね。この嫁姑問題は、令和の時代の夫婦のあり方を考える上で、重要な問題なんだぜ。そうね。小室圭さんの母親と紀子様が、どのように関係を築いていくのか、注目していきたいよな。確かにね。解説はここまでだぜ。
ご視聴ありがとうございました。今回は秋篠宮家について解説するぜ。よろしくお願いするわ。秋篠宮家って、なんかいろいろ言われてるよな。そうね。最近、よく、ニュースで名前を見かけるわ。まあ、皇室の一員だから、注目されるのは当然だけど、なんか、叩かれることが多い気がするんだ。確かに、ネットでも敵内見が多いわよね。なんでだろうな。秋篠宮家は一体、何がそんなに悪いんだ？具体的な例を挙げてくれると嬉しいわ。例えば、秋篠宮様は、天皇陛下に対して、自分の考えを率直に発言するんだ。それは、ちょっと珍しいわね。そうなんだ。天皇陛下は、国民に対して象徴的な存在として、自分の意見を控えめに表現することが求められる。なるほど。でも、秋篠宮様は、自分の考えを曲げずに発言する。それが、叩かれる原因の一つなのかしら？まあ、一つの要因だろうな。国民の中には、天皇陛下に対する的な発言は許せない、という人もいるんだ。そうか。それに、秋篠宮家には、皇室の伝統を重視する人々と、現代社会に合わせた改革を求める人々の間で、意見の対立があるんだ。それは、難しい問題ね。秋篠宮様は、皇室の伝統を守りながらも、現代社会に合わせた改革を求めて、新しい道を切り開こうとしている。それは、大変なことね。でも、その新しい道は、まだ模索中なんだ。これから、どうなっていくのか、注目だわ。秋篠宮家を取り巻く状況は、複雑で、簡単に判断できないんだ。いろいろ考えてみるわ。いろいろと考えて、自分の意見を持つのが大切だよな。そうね。解説はここまでだぜ。ご視聴、ありがとうございました。今回は秋篠宮家について解説するぜ。よろしくお願いするわ。秋篠宮家って、最近よく話題になるよな。そうね。いろいろニュースになってるわよね。まず、秋篠宮家って、天皇家の皇太子だった雄仁様の家族のことだぜ。そうだったわね。そういえば、雄仁様って、最近メディアに出る機会が多くなった気がするわ。最近、雄仁様はいろいろなイベントに出席したり、メディアに露出したりするようになったよな。確かに、以前より、メディアでよくお見かけするようになったわね。何か理由があるのかしら？それはね、雄仁様が将来、天皇になる可能性が高いからなんだぜ。天皇になる可能性が高い、ということは、将来皇太子になるってことよね？そうだな。皇太子って、将来天皇になる人がいるんだけど、今の天皇陛下には、愛子様という娘しかいないんだぜ。ということは、将来天皇になるのは、友人様しかいないってことね。その通りだ。だから、雄仁様は、将来天皇になる可能性が高いんだぜ。なるほど。だから、最近、メディアでよくお見かけするようになったのね。そういうことだ。それに、秋篠宮家って、天皇家と比べて、メディアへの露出が多いんだぜ。そうね。秋篠宮様も、よくメディアに登場してるわよね。それはね、秋篠宮家は、天皇家と比べて、メディアに積極的に情報発信しているからなんだぜ。積極的な情報発信、どういうことかしら？例えば、秋篠宮様は、よくメディアに対して、自身の考えや意見を表明するんだぜ。確かに、秋篠宮様は、いろいろなことをおっしゃるわよね。でも、それは、天皇家としてはどうなのかしら？それはね、秋篠宮様は、天皇家としての伝統的な役割に加えて、自身の考えや意見を積極的に表明することで、社会に貢献したいと考えているんだぜ。社会に貢献したい。それは素晴らしいことね。でも、天皇家って、政治的な発言は控えるべきじゃないのかしら？それはね、天皇家は、政治的な発言は控えなければならないという憲法上の義務があるんだぜ。憲法上の義務、ということは、秋篠宮様は、憲法に違反していることになるのかしら？それは、法律的には難しい問題なんだぜ。ただ、秋篠宮様は、自身の考えや意見を積極的に表明することで、社会に貢献したいと考えているんだぜ。難しい問題ね。でも、秋篠宮様は、天皇家としての役割を果たしながら、同時に、
自身の考えや意見も表明したいと考えているってことね。そういうことだ。秋篠宮家は、天皇家と比べて、メディアへの露出が多いのも、そのせいなんだぜ。なるほど。秋篠宮家って、天皇家とは、また違った存在なんだね。そうだな。秋篠宮家は、天皇家とは異なる考え方や価値観を持っているんだぜ。ということは、秋篠宮家は、天皇家とは異なる道を歩む可能性もあるってことね。それは、今後の動向を見ないとわからないな。ただ、秋篠宮家は、天皇家とは異なる存在であることは確かだぜ。今後の動向に注目しなきゃね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は秋篠宮家について解説するぜ。よろしくお願いするわ。秋篠宮家って、最近何かと話題になってるよな。そうね。最近、よくニュースで見かけるわ。まず、秋篠宮家ってどんな家系なのか説明するぜ。秋篠宮家は、皇室の血筋を受け継ぐ家系で、現在の天皇陛下の弟、秋篠宮文仁親王とその家族で構成されているんだ。つまり、皇位継承順位で言えば、天皇陛下に次ぐってことね。その通りだぜ。秋篠宮文仁親王は、天皇陛下が病気になったり、亡くなった場合に、皇位を継ぐことになるんだ。なるほど。じゃあ、秋篠宮家って、いつも注目されてるってことね。そうだな。皇室の次期天皇候補がいる家系だから、当然注目されるんだ。それに加えて、秋篠宮家は、最近何かとトラブルに見舞われてて、さらに注目を集めてるんだ。トラブル？具体的にどんなことなの？まず、秋篠宮様の金銭トラブルだな。秋篠宮様は、皇室の私費から、100万円を不正に受け取ったって噂されてるんだ。ええ？そんなことがあったの？しかも、そのお金は、秋篠宮様の私的な目的で使われたって噂されてるんだ。もちろん、正式には否定されてるけど、世間の噂は消えないんだ。噂って、本当のことなの？本当かどうかは、わからないけど、噂が広がってるってことは、それだけ世間の関心が強いって証拠だよな。そうね。それに、秋篠宮家の長男である雄仁様の入賞作文も問題になってるんだ。入賞作文？何かあったの？雄仁様の入賞作文が、別の人の作品を盗用したって疑惑が出てるんだ。え？盗用？それは大変ね。この疑惑も、正式には否定されてるんだけど、世間の疑いは消えないんだ。盗用疑惑は、本当じゃないといいけど。秋篠宮家は、最近何かと話題になってるけど、それだけ国民の関心が高いってことでもあるんだ。確かに、秋篠宮家に関するニュースは、よく目にするわね。国民の関心の高さは、裏を返せば、それだけ秋篠宮家に対する期待も大きいってことだな。そうね。秋篠宮家には、国民を失望させないよう、頑張ってほしいわね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は秋篠宮家について解説するぜ。よろしくお願いするわ。秋篠宮家って、何かと話題になるよな。最近じゃ、雄仁様の進路とか、佳子様の沈黙とか、いろいろ騒がれてるんだが。そうよね。最近ニュースでも、よく耳にするわ。まずは、秋篠宮家ってそもそもどんな家系なのか説明するぜ。秋篠宮家は、皇太子徳仁親王の弟、秋篠宮文仁親王とその後家族のことだ。なるほど。ということは、秋篠宮家は、皇室の重要な位置にあるってことね。その通りだ。秋篠宮家は、皇位継承順位第2位にあるんだ。第2位？それはすごいわね。で、秋篠宮家には、文仁親王、乗子妃、そしてお子様の雄仁様、愛子様、佳子様がいるんだ。三人のお子様がいらっしゃるんですね。そうだな。愛子様は、天皇陛下と雅子様の娘だ。天皇陛下の娘さんが、秋篠宮家に？そうなんだ。愛子様は、天皇陛下のいとこってことになるんだぜ。複雑な関係ね。まあ、皇室って複雑な関係が多いんだよな。さて、次は、秋篠宮家の問題点について話そうぜ。問題点？何かあったのかしら？秋篠宮家は、ここ数年、
いろいろ問題を抱えてるんだ。まず、ゆうひとし様の進路について、議論が紛糾してるんだぜ。ゆうひとし様の進路？ゆうひとし様は、将来、皇太子になることが期待されてるんだが、まだ具体的な進路は決まってないんだ。それは、確かに難しい問題ね。それに、佳子様の沈黙も問題になってるんだ。佳子様は、宮内庁のインスタグラムアカウントをフォローしてないんだぜ。それはなぜ？理由は、まだ明らかになってないけど、皇室内部で何かしらの問題があるんじゃないかと噂されてるんだ。何かあったのかしら？他にも、秋篠宮屋敷の改修工事に関する問題とか、いろいろあるんだぜ。いろいろ問題があるんですね。秋篠宮家を取り巻く状況は、決して楽観視できないんだ。そうね。秋篠宮家は、日本の皇室にとって重要な存在だ。だから、秋篠宮家の問題をしっかりと認識し、今後の展開を見守る必要があるんだぜ。なるほど。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は秋篠宮家について解説するぜ。よろしくお願いするわ。秋篠宮家って、最近話題になってるよな。特に、大嘗祭の費用とか、いろいろ言われてるんだが。そうよね。私も、よくニュースで目にするわ。何か問題があるみたいだけど、具体的に、何が問題なのか、よくわかんないのよね。簡単に言うと、秋篠宮様は、天皇陛下が即位される際に執り行われる大嘗祭の費用について、国民の税金を使うことに疑問を持ってるんだぜ。そうなのね。でも、大嘗祭って、古くから続く伝統的な儀式じゃないの？なんで、費用について疑問を持つのかしら？各家に伝統的な儀式ではあるんだけど、現代において、国民の税金を使って行う必要があるのか、という議論があるんだ。なるほど。でも、秋篠宮様が疑問を持つのは、少し難しい問題な気がするわ。各家に難しい問題だ。秋篠宮様は、皇室の伝統を守りながらも、現代社会に適応していく必要性を訴えてるんだ。つまり、伝統を守ることも大切だけど、時代に合わせて変化していくことも必要ってことね。その通りだぜ。秋篠宮様は、皇室のあり方について、真剣に考えているんだ。秋篠宮様の考え方は、とても興味深いわね。秋篠宮家を取り巻く問題は、皇室のあり方、伝統と現代社会のバランスなど、多くの課題を含んでるんだ。いろいろと考えさせられるわね。秋篠宮家の問題を通して、皇室のあり方について、改めて考えてみるのもいいんじゃないかな？そうね。いろいろ調べてみたいわ。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は秋篠宮家について解説するぜ。よろしくお願いするわ。秋篠宮家って、なんかいろいろ言われてるよな。特に最近は、メディアで取り上げられることも多いし、ネットでも話題になってるんだ。確かにそうね。でも、具体的に、何が問題になってるのか、よくわかんないのよね。それは、秋篠宮家が皇室の中で、ちょっと特殊な立場にあるからなんだ。特殊な立場？どういうこと？皇室は、天皇と皇太子とその家族で構成されてるんだけど、秋篠宮家は天皇の弟とその家族だから、皇位継承の第一候補じゃないんだ。なるほど。だから特殊な立場っていうのね。そう。それに、秋篠宮家は、天皇家とは別の宮家として扱われてるんだ。宮家？簡単に言うと、皇族の中でも、天皇家以外の家族のことだな。つまり、秋篠宮家は、天皇家とは別のグループってことでしょ？そういうことだ。だから、秋篠宮家は、天皇家とは違うルールや伝統に従うこともあるんだ。じゃあ、秋篠宮家は、天皇家より自由なんだ。そうとも言えるし、そうとも言えないんだ。どういうこと？秋篠宮家は、天皇家より自由な部分もあるけど、逆に、天皇家に縛られる部分もあるんだ。矛盾してるみたいだけど、どういうこと？例えば、秋篠宮家は、天皇家のように、皇室の活動を常に公表する必要はないんだ。プライベートな時間も多いってこと？そうとも言える。だけど、逆に、秋篠宮家は、天皇家のように、国民から常に注目されてるんだ。やっぱり、秋篠宮家は、天皇家と違う部分が多いのね。そういうことだ。
だから、秋篠宮家については、いろいろと噂や憶測が飛び交ってるんだ。噂？具体的にはどんな噂？例えば、秋篠宮様の性格について、いろいろ言われてるんだ。どんな性格なの？秋篠宮様は、天皇陛下とは違うタイプで、どちらかといえば、厳しい性格だと言われることが多いんだ。厳しいって、どういう意味？例えば、秋篠宮様は、皇室の伝統や儀式に対して、的な意見を持つこともあるんだ。伝統をする？そう。秋篠宮様は、皇室の伝統や儀式が、時代遅れになってるんじゃないか、という考えを持っているんだ。なるほど。だから、秋篠宮様は、改革派って呼ばれてるのか。そういうことだ。じゃあ、秋篠宮様は、皇室を改革したいと思っているのね。それは、誰にもわからない。わからない？秋篠宮様は、自分の考えをこうにはあまり語らないんだ。じゃあ、秋篠宮様の真意は、わからないってことね。そうだな。でも、秋篠宮様は、国民に対して、優しい一面もあるって聞くわ。それは、本当だな。秋篠宮様は、子供たちとの交流を大切にされている。それは、素敵なことね。秋篠宮様は、国民に愛される存在でありたいと願っているんだと思う。それは、わかるわ。秋篠宮家は、天皇家とは違う形で、国民に愛される存在でありたいと思っているんだ。難しい問題ね。難しい問題だけど、秋篠宮家の存在は、皇室の未来を考える上で、重要な意味を持つと思うんだ。未来？秋篠宮家は、皇室の伝統を守る一方で、新しい時代に対応する必要もあるんだ。確かに、難しい問題ね。秋篠宮家については、今後も注目していく必要があるだろうな。わかったわ。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は秋篠宮家と小室圭さんの関係について解説するぜ。よろしくお願いするわ。秋篠宮家と小室圭さんの関係、最近話題になってるよな。そうよね。よくニュースで見かけるわ。まず、秋篠宮家は、皇太子徳仁親王の弟、秋篠宮文仁親王とその家族のことだ。秋篠宮家は、皇室の一員なのね。そうだな。皇室の血筋を継いでるんだ。じゃあ、小室圭さんは、秋篠宮家の娘さん、眞子さんの結婚相手ね。そうだな、眞子さんと結婚したんだ。でも、結婚前から、いろいろ問題があったみたいよね。そうなんだ、小室圭さんの母親の借金問題とか、小室圭さんの仕事とか、いろいろあったんだよな。借金問題って、一体どういうことなの？小室圭さんの母親が、元婚約者から借金をしていて、それが返済されていなかったんだ。それは大変な問題ね。それに、小室圭さんは、弁護士になるために司法試験を受けてたんだが、なかなか合格できなくて、仕事が不安定だったんだ。なるほど。だから、結婚前から、いろいろ言われてたのか。そうだな。だから結婚後も、いろいろと騒がれたんだ。秋篠宮家も、いろいろと大変だったでしょうね。そうだな。秋篠宮家も、小室圭さんのことについて、いろいろと悩んでいたみたいだ。秋篠宮家と小室圭さん、一体どうなるのかしら？今後どうなるかはわからないけど、秋篠宮家と小室圭さんの関係は、これからも注目されるだろうな。そうね。今後の展開が気になるわ。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。